ック日本中村青柳組です。この大会去年の決勝6位でした。この2人の特徴はどこでしょうか？そうですね、大変エレガント、エレガントっていうのはラテンでも大切なものなんですね、はい、エレガントでいつも清潔感があるカップルですね、ブラックプールでもあの2人の自分たちの力を出せたんですよ ね、はい、ブラックプールで初めてあの日本の代表選手としてチームマッチで踊っていました、はい、非常によく踊れていましたから、それも自信になっていると思います。それを踏まえて今回の出来はいかがでしょうか？非常に良かったと思いますよ。どういったところが良かったんでしょうか？そうですね、彼はちょっと暴れやすいんですね、歩幅が大きくなったりしやすいところが、今回はきちんと自分の体の下に足を置くようにして丁寧に踊っているように見られます、自信が出てきたというような表情もしますし、そうですね、動きにも現れてますよね、はい、そしていつまでたってもフレッシュな感じを保っているのが、はい、彼の、あのいいところですね。